日本の学校給食における三角食べの例、その順序を言えば三角形の奇跡が形作られる。三角食べとは日本において学校給食を食べる際に推奨あるいは指導されてきた食べ方の一つである。飯やパンなどといった主食と飲み物とおかず等順序よく食べる方法でその順序の奇跡が三角形を形作ることからその名で呼ばれる。 もともと1970年代頃、日本の一部の学校における給食の指導で広められた言葉である。三角食べの方法は過度の指導により管理教育につながっていた。現在では、ご飯とおかずを順番にバランスよく食べることは推奨されるものの、三角食べとして指導されることはほとんどないとされる。 文部科学省の食に関する指導の手引きでは以前は記載されていた主菜とおかずは交互に食べるという文章が現在はなくなっている。1970年代、主に東日本の学校において給食の食べ方についての指導が行われるようになった。具体的にはパン牛乳おかずなどのような一方向のみに食べることが児童生徒に強制された。従わない子には 体罰も行われ、管理教育の手段にもなった。米飯の給食においても、同様に指導されたために、ご飯を口に含ませたまま牛乳を飲まなければ、ならないようなことも起こった。なお、一汁一歳における伝統的な和食の上では、食事中は味噌汁、または茶を飲むが、当時の学校給食では、パン食と変わらず牛乳が、飲料に供されたため、 米飯と牛乳といういささかは食という概念から外れた取り合わせとなった。なぜこのようなメニューになったかは現在に至るまで不明で所要摂取カロリーのみ考えた結果であろうとみられる。三角食べは上記の教育現場での問題以外にも様々な是非がある。日本食に固有の口内調味を実践できるものとして推奨している栄養士などがいる一方で 汁や飲み物でご飯などを飲み込む形になりかねず、咀嚼がおろそかになったり、唾液の分泌に異常が生じ、高校乾燥症になる可能性があると主張する、司会士もいる。また、おかずの味でご飯を流し込む食べ方になりがちな、ため急激な血糖値の上昇を引き起こしたり、口内調味を前提とした味の濃いおかずを食べることによる、塩分摂取の型につながると指摘されている。 校内調味とは、調味していない飯など主食に、おかずや飲み物を付け合わせて、口に入れ、校内で噛みながら混ぜ合わせることが調味になる。その調味及び食べ方を言う。日本の、飯や、ザンビアの西馬などは、校内調味で食べるのが基本である。玉村と用は、食卓は学校である、ピアニッシも、62から67で、一緒食いと表現し、アメリカ人は、 白いご飯を食べるとき、必ず醤油をかけます。ピラフやチャーハンなら良いが、味がついていない白いご飯はそのまま食べることができないからです。両者を別々に口に放り込むことはありえません。やってみろ、と強制しても、どうやったらいいのかわからずに、ただおろおろするばかりです、と、欧米人はほぼ例外なく口内調味ができないという、持論を主張している。ありがとうございます。